はい、えーと NHK の吉田慶と申します。よろしくお願いします。ではまずあの、えー、会合の決定内容とテンボリポードも含めてご説明、えー、ください。お願いします。それではご説明します。えーっと今日の決定会合ですが、長短金利操作、いわゆるヒールドカーブコントロールの一種は CC ですが、これについて。えー 短期政策金利マイナス0.1%、10年もの国債金利の操作目標0、0%程度という水準をいずれも現状維持とすることを全一で決定いたしました。その上で、ヒールドカーブコントロールの運用を柔軟化することを賛成多数で決定しました。我が国の物価情勢を展望しますと、 賃金の上昇を伴う形での2%の物価安定の目標の持続的安定的な実現を見通せる状況には至っておらず、フールドカーブコントロールの下で粘り強く金融緩和を継続する必要があります。そうした中、経済・物価をめぐる不確実性が極めて高いことに考えますと、この段階でフィールドカーブコントロールの運用を柔軟化し、 上下双方向のリスクに機動的に対応していくことで、この枠組みによる金融緩和の持続性を高めることが適当であるというふうに判断いたしました。以上に加え、資産買い入れ方針を現状維持とすることを全員一致で決定いたしました。なお、中村委員は、ー待金利操作の運用の柔軟化については賛成であるが、法人企業統計等で、 企業の稼ぐ力が高まったことを確認した上で行う方が望ましいとして、ヒールドカーブコントロールの運用に関する議案には反対されましたえ。本日は展望レポートを公表しましたので、最初に経済物価の現状と先行きについてご説明します。まず、我が国の景気の現状ですが、緩やかに回復していると判断しました。 先行きですが当面は海外経済の回復ペース鈍化による下押し圧力を受けるもののペンタップ需要の顕在化などに支えられて緩やかな回復を続けると見ていますその後は所得から支出への前向きの循環メカニズムが徐々に強まるもとで潜在成長率を上回る成長を続けると考えられます 物価ですが生鮮食品を除く消費者物価の前年比は政府の経済対策によるエネルギー価格の下げ効果などによって一頃に比べればプラス幅を縮小していますが基本の輸入物価の上昇を起点とする価格転嫁の影響から足元は3%台前半となっています先行きはそうした価格転嫁の影響は減衰していくもとで プラス幅を縮小した後マクロ的な需給ギャップが改善し、企業の価格設定行動などの変化を伴う形で、中長期的な予想物価上昇率や賃金上昇率も高まっていくもとで、再びプラス幅を緩やかに拡大していくと見ています。我が国の物価は、4月の展望レポートの見通しを上回って推移しており、 本年の春季労使交渉などを背景に賃金上昇率は高まっています。企業の賃金価格設定行動に変化の兆しがうかがわれ、予想物価上昇率も再び上昇する動きが見られています。リスク要因ですが、海外の経済かどうかどうこう、資源価格のどうこう、国内企業の賃金価格設定行動など。 我が国経済物価をめぐる不確実性は極めて高いと考えています。そのもとで、金融為替市場の動向や、その我が国経済物価への影響を十分注視する必要があります。以上のような経済物価情勢の下でフィールドカーブコントロールの運用を柔軟化した背景を改めてご説明します。今後も物物価価や予想物価上昇率の 上振れ方向の動きが続く場合には実質金利の低下によって金融緩和効果が強まる一方長期金利の上限を0.5%の水準で厳格に抑えることで債券市場の機能やその他の金融市場におけるボラティリティに影響が生じる恐れがありますイールドカーフコントロールの運用の柔軟化によってこうした動きを和らげることが期待されます 一方、我が国経済物価の下振れリスクが顕在化した場合には、イールドカーブコントロールの枠組みの下で、長期金利が低下することによって、緩和効果が維持されることになります。このようにイールドカーブコントロールの運用の柔軟化は、上下双方向のリスクに機動的に対応していくことで、この枠組みによる金融緩和の持続性を高め、賃金の上昇を伴う形で、 2%の物価安定の目標を持続的安定的に実現することに資する措置であるというふうに考えています運用の柔軟化の具体的内容ですが長期によの操作目標は0%程度変動幅はプラスマイナス0.5程度に維持した上で現在の変動幅の位置付けを目処としてヒールドカーブコントロールを 従来よりも柔軟に運用します。これに伴い、市場の状況によっては長期金利は、えー、その範囲プラスマイナスで 0, 0プラスマイナス0 5。.5% 程度を超えて動くこともあると考えています。ただし、1%を超えて長期金利が上昇しないように、1%の水準では連続差し値オペで金利上昇を抑制します。 0.5%から1%の範囲では長期金利の水準や変化のスピード等に応じて機動的に国際買い入れ額の増額や差し値オペ共通担保資金供給オペなどを実施することで過度な金利上昇圧力を抑制します次に先行きの金融政策運営の基本方針です日本銀行は 内外の経済や金融市場をめぐる不確実性が極めて高い中、経済物価・金融情勢に応じて機動的に対応しつつ、粘り強く金融緩和を継続していくことで、賃金の上昇を伴う形で2%の物価安定の目標を持続的・安定的に実現することを目指していく方針です。具体的には物価安定のの目目標の実現を目指し これを安定的に持続,持続するために必要な時点まで超短金利操作期、量的質的金融緩和を継続します。マネタリベースについては、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで拡大方針を継続します。え引き続き企業等の資金繰りと金融市場の安定維持に努めるとともに、 必要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じます。以上です。はい、ありがとうございます。えー、ちょっと幹事から、えー、幹事社 N. H. K. から二問、えー、質問させていただきます。えー、一つ目は、あの、えー、今おっしゃられた Y. C. C. の、柔軟化についてです。あの、まあ、今回、あの、プラスマイナス0.5%程度、目処。という、その、表現に修正されてまして、一方で、あの。 1.0%の利回りを、えー、抑えるという内容にもなっています、あのー、これ、日銀として長期、ね、金利この、特に1%のところなんですけど、1%までは認めるというメッセージなのか、もしくはその1%に生かせないというメッセージなのか、その辺の、えー、意図を、えー、教えていただきたいのが1点目です。つつ目が、あのー、物価についてです、えーまあ、今あの,2の CPI がその15ヶ月連続で、えー、上回っている状況で、まあ、の企業の価格転嫁が、まあ、想定以上に続いているという状況でその中で消費も,もうプ,ラプラス圏になっていたり、まあ、賃金の効果というのも少し出てきている賃上げの効果も出てきているかなというその前向きな見方も出ていますがその日銀としてはもちろんあの賃,金をと賃上げ伴う2%の目標というのは、えー、物価目標はまだ届いていないというふうに。 していると思うんですが、まあ、その目指すべきこの好循環のレベルが100とした場合に、その上田総裁がその今、現状の物価とか経済、どのくらいの位置にあるというふうに捉えているのか、この点を伺いたいと思います、以上です。はい、1点目ですけれどもあの、申し上げましたように、今回のフィールド株コントロール費用の柔軟化ですけれども、 えっと長期金利の操作目標は0%程度、変動幅でプラスマイナス0.5%に、ここは維持した上でえで、ー、変動幅の位置づけをメドとして、柔軟化したものです。で、ここまでの足元長期金利の動きを見ますと、えー、0.5%下回る水準、わずかですが、で推移してきております。で 今後、仮に0.5%を超えて動く場合には、長期金利の水準や変化のスピード等に応じて機動的に対応することになります。でそうしたもとで、長期金利が1%まで上昇することは想定していませんが、念のための上限キャップとして1%としたところでございます。それから、えー、と後半の 無観定の目標をの実現を100とした場合に現状はどの辺かというご質問ですがこれはあの数値的にはなかなか難しいと申し上げるしかないかなと思いますえ繰り返しになりますがえ今年の春からのえ賃金に関する労使交渉でえ昨年までの 物価上昇賃金に反映する動きが広がったこともあって、えー、賃上げはベースアップも含めまして、昨年を大きく上回る、えー、ものが実現していますし、えー、企業による価格転嫁の動き、あるいは、えー、もう少し広く、えー、賃金・価格設定行動には変化の兆しが見えているということも申し上げてきたとおりです。ただ、えー、現時点ではのの、えー、の物価安定の目標の 持続的安定的な実現を見通せる状況には至っていないというふうに考えてございます。目標実現に向けて今申し上げたような変化の目を大事に育てていくことが重要であるというふうに考えております。えっ、えー、と他社のえー、ご質問。 そうしましたら、えー、読売新聞、朝子さん、お願いします。 えっと今の総裁の発言でありました1あの、長期金利が今後1%まで上昇することは想定していないが、念のためにあの今回の対応を取ったということなんですけれども、あの決定会合の中でも中村委員が、まあ、あのもう少し統計等を見た上で判断したいというようなあの反対もあったということなんですけれども、今回のタイミングでこの、えー、判断を、えー、提案して決定したところをあ改めてあの教えていただきたいと思います。 えっと少し長くなるかもしれませんけれども、あの今回、えー、っと発表しました私どもの、えー、っと経済物価見通しをご覧いただきますと、えー、まず足元、23年度の物価見通しをかなり大幅に修正しています。 で他方で、えー、24年度、えー、25年度の物価見通しについては、おおむねあの4月時点のものと同じという見通しになってございます。でまずあの第1点として、えー、23年度の見通しが大幅に上振れた、つまり4月時点の見通しは、えー、やや過小あるいはかなり過小であった。えー、その分 上振れ方向にかなり大幅にずれた、そういうあの不確実性をや,や過小評価していた可能性が4月時点ではあるということでございます。で、えー、24、25については、えー、中心的な見通し、中央値が変わってはいませんけれども、えー、リスク評価のチャート等をご覧いただきますと、特に十四年、まあ、25年もそうですけれども、 物価見通しについては、上振れリスクを意識している委員が多いということが一つございます。つまり、不確実性が極めて高い、まあ、他方であの実質 GDP の方はやは下振れリスクを見ていらっしゃる委員も多いという意味でも不確実性が高いということでございます。それれでえっと y で YCC すけれどもあの まあ、昨年来の経験も見ますとそういうあのリスク特に YCC の場合は上振れリスクですけれどもこれが顕在化した後で対応しようとするとなかなか大変なことになるあるいは、えー、副作用をすごい大きくしてしまうということがあるわけです。ですのであの、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたが現在一応債券市場の環境はここまでまあ 相対的に落ち着いてきたというふうに考えるられる中で、えー、将来の不確実性を今回、改めて認識したということでありますので、えー、っと対応、措置、手直し、枠組みのです、ね、をするのにちょうど良いタイミングではないかなというふうに思った次第でございます日経新聞、小野澤さん、お願いします。 日経新聞の小野沢と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、あの今回の修正措置はですね。見方によってはまあ、事実上 ycc のバンドと言いますか。かまあ、0 5。.5% だった上限をですね。まあ、1%に拡大したようにも映るんですけどもまあ、なぜ上限の拡大です。とかまあ、ycc の撤廃変動幅の撤廃といった措置ではなくて、0 5。.5% の上限を目処として。 残されたのか、まあ理由を伺いますでしょうか。また場合によってはですね、まあ近い将来にまあ撤廃であったり、えー、メド、まあバンドの再拡大といったそ追加措置を取る可能性もあるのか、その点伺いますでしょうか。はい。えー、っとまずえあっくり返しになりますけれども、えー、先ほどあの物価の見通しで申し上げたように。えー 足元,足元といいますか、23年度の見通しは2%を大きく超えていますけれども、えー、24年度、25年度については、えー、わずかとはいえ2%を下回っている、えー、生鮮食品、エネルギーを除くベースでも同じような、えー、姿になっていますで。さらに申し上げれば、あの先ほどの、えー、と、 最初のご説明で申し上げたようにその見通しももう少し分解してみると当面はインフレ率が下がっていってどこかでそこを打ってまた上がってくるという見通しを全体に慣らしてみるとこういう姿になるということです。これもも前回ののの会見でも申しし上げままたがその後半の部分についてはまだなかなかか 自信したい,い,い,いましてあのまとめて申し上げると,、えー、と基調的な物価上昇率が2%に届くというところにはまだ距離があるという判断は変、えー、えてございません。でそういう中で、えー、とこれまでの,あの強い金融緩和の基調を維持することが適当という 結論に至ったわけですが、それとあのこうする形で、えー、長期金利の、えー、変動幅については、ゼロプラスマイナス。零点五ということを維持したわけでございます。ただし、えー、先ほど申し上げましたように、えー、物価の見通しには、えー、下振れもあります。けれども、上振れリスクもあって、その不確実性が、えー、かなり大きい。えー 足元外したということを考えても大きい、これに対する対応も考えておかないといけないということで、えーまあ、ある種、将来のリスク対応として、えー、プ,ラプラスマイナス0、プラスマイナス0.5の外に0.5から1というあの枠を柔らかな形でといいますか、全体が柔らかになっていますが、えー、作ったということでございます。で今後はあの、えーと その先、どういうことになるのかについて、なんか展望があるかというご質問だったと思いますけれども、それはあのえと今、考慮に入れているような、範囲の外に物価見通しが上振れるというようなケースになると思いますけれども、例えばですが、そういう際にはまたその時点でえと適切な対応を考慮していきたいというふうに思っております朝日新聞の津田さん、お願いします。 朝日新聞の津高です。よろしくお願いいたします。一問お尋ねします。今回の YCC の修正の評価についてです。市場は円高株安で反応しています。この修正はですね、緩和の縮小に当たるのでしょうか。総裁の見解をお聞かせください。はい。えっ、ー、と申し上げましたようにあの、えー、と上振れリスクが顕在化してから何か対応するということですと後手に回って、えー、すごい混乱してしまって あるいは副作用が大きくなるあるあいは最悪の場合に、えー、いやいや YCC を離脱するというようなリスクもゼロではないわけで、えー、それに対してあの今回の措置は前もってあのリスク対応を考えておくという措置ですので、えー、YCC の持続性を高めて、えー、金融緩和全体の枠組みの持続性も高め最初に申し上げましたように えと物価目標の達成に資する措置であるというふうに考えております。ロイターの木原さんお願いします。ありがとうございます。ロイターの木原です。あの二点お願いします。あの一点目はあの今回の緩和のまあ YCC の柔軟性を高めたということですが。 まあ一方でその持続性も確保とただあの上下双方のリスクに柔軟に対応したいという文言の趣旨からするとどちらかというと将来のリスクにより機動的に動けることに重点を置いているように見えるんですがそういう理解でよろしいのでしょうかというのが1点目です。2点目あの政策のバイアスについてはやはりそのリスクの面で物価の上振りリスクについてより今回意識したような。 展望レポートや声明の文言に4月に比べるとなっているかなという印象なんですけれども、政策、今後の金融政策のバイアスが若干、緩和バイアスから中立的なものになったというのはちょっと言い過ぎなのか、その今後の政策のバイアスについて、お話しいただければと思います前半はあの物価に関する情報リスク。 あるいは下方リスクにどういうふうに非対照的に対応しているのかいないのかというご質問ですかね。あのこれは、えー、と申し上げましたように下方、えー、リスクについては、えー、ある程度自動的に対応できるような枠組みに YCC は,はなっているという中で、えー、情報リスクに対応する余地を少し広げたという物価についてですね。こと であるかなと思いますでただあの、下方リスクも無視できる状態ではなくて、例えばあの物価の一つ手前になりますけれども、世界経済と見ますと、えー、中国経済と、やや弱めの動きになっているというようなこともありまして、えー、楽観できる姿では必ずしもないということだと思います。その上でで政策全体が、えー、っとこれまでよりもややあの 引き締めない正常化方向にバイアスをかけているのかというご質問だったと思うんですけれども、それはそうではなくて、何度か申し上げていますように、y c c を柔軟化することによって、政策の持続性を高めて、目標へ到達できるように、到達できる確率を高めようという措置でございます。 日刊,日刊工業新聞の水島さんお願いします。日刊工業新聞の水島と申します。一問ご質問させてください。えー、今回あの柔軟化でサシネオペで十年金利を厳格に抑制する金利を一パーセントとされたと思うんですが、この一にした理由を教えていただきたいと思います。例えば零点七五とかにではなく。 こう一にした理由っていうのが何なのかっていうのをもうちょっと詳しく教えてください。以上です。はい、あのやはり繰り返しになりますけれども、足元まあ先ほど来申し上げてますように零少なくとも昨日までは零点五下回って推移してきているということ、それから零点五仮に超えていった場合には機動的にオペを打つということを。 今回、決定したということの中で、1に近づいていくという可能性、まあ、非常に近づいていくという可能性は低いというふうに考えてございますけれども、念のためのキャップとして1を提示させていただいております。 テテレレビビ朝朝日日のの高高瀬瀬さんおお願願いいししまますテレビ朝日の高瀬ですす一で今回のですね、まあ、修正という言葉を使って報道されることも多いんですけれども、まああの、おっしゃられているように、あのイールドカーブコントロールについては、ですね、まあ、0.5%を柔軟化するとはいえ、0.5という数字が残ったりしております。明確にこれ、あの非常にですねあの単純化していいのかというのは、非常に恐縮なところなんですが、今回のこの金融政策決定会合の結論というのは、 総裁から見て、これははっきりと修正したと言える理解なんでしょうか、あのその一点をぜひ伺わせていただきたいのとです、ね、もう一点があのちょっと繰り返しになってしまって恐縮なんですが、0.5%程度と言いながら、えー、利回り1.0%への差し値オペということで、これ、若干やはり普通の方になかなか伝わりづらい、なぜ最初から1.0%程度を目処としと、やはりできないのかというところが非常に気になっております。やはり市場へのメッセージ等ですね えー、激変的なものを抑えるためのロジックでこうしているのか、それとも何か狙いがあるのか、教えてください、はい、あの前段につきましては、えー、柔軟化というふうに、私どもの、えー、っと、紙に書いてございますけれども、えー、っとそれはあの修正とそんなに別に、意味としては違わないとは思いますけれども、ヒールドカーブコントロールですね。で 高段の,あのマイナス0.5からプラス0.5を維持しつつその外にまた1というのは分かりにくいということだったと思いますけれども、えー、とこれはあのちょっと繰り返しになるかもしれませんがあの将来の、えー、現状で1がまで行くのは適当というふうに考えてるわけではなくて、えー、将来あの 今見ているような物価の見通しの姿から、えー、上振れていった場合に、そういうリスクが顕在化したときに、長、え、期、ー、金利が0.5を超えて上昇する余地を現在、えー、前もって作っておこうという、えー、修正ないし、でございますでこれはあのなぜ今やるのかということですけれども。 そういうリスクは目に見えてきたところでやろうとすると極めて副作用が強くなるこれはあの昨年の12月から今年の1月にかけて起こったことに近いことあるいは場合によったらそれ以上のことが起こる可能性もあるということでそれを避けるために前もって手を打っておこうという意味合いでございます。 日勤の多田,田さんお願いします。日勤の多田,田です。よろしくお願いします。えっと ycc の運用見直しの解釈について伺います。あの長期金利について、あの3つの数字が示されたりですか？と表現が幅を持たせて幅を持たせた表現になっています。一方であの1%のその写真のオペの会注釈のところで、あの現在のその金利情勢では応札が見込まれないと考えられるとはあります。 これはあの解釈するとその緩和スタンスは変えずにあの過度に金利が上昇しないようにその国債の買い入れ量を調整しつつ金利の水準はその市場に委ねていく方向に持っていくという考えなのかその点をちょっと伺いたいのとあともう1つがあの展望レポートについてなんですけれども。 22年度の,そのインフレ率の実績値を遡かるとあの日銀の見通し期間の,その3年間の2%超えになる可能性がかなり高まってますで前総裁を含めてその見通し期間の2%割れを緩和継続理由にしてきたと思うんですけれどもこの3年連続達成ってが現実味を帯びてくると短期金利の,の引き上げ、まあ、もっているマイナス金利の解除の検討に入るのかその2点について伺えればと思います。 えーとあの前段ですけれども、えー、おっしゃった質問に対する答えは基本的にはイエスです。つまり、えー、ともう少し長期金利形成を市場に委ねるという意図があるのかどうかということですがそれはあの基本的には程度の問題ありますけれどもイエスで、えー、増えしますと。 あの申し上げてますように、えー、経済物価情勢が上振れた場合にそれを反映する形で長期金利が上がっていくということについては0.5と1の間であの、えー、それを認めるというのも変ですけれどもあのそこに上昇していくことを容認しようという姿です。ただし、えー、完全にに自由にするとというところ まあそれだったら YCC の撤廃に近いわけですけれどもではなくてあのスピード調整等を入れつつあの、まあ、これも表現難しいですけれども根拠のない投機的な債券売りというようなものがあまり広がらないような形でコントロールしつつしかしベースとしては市場の見方がもう少し直近に反映される余地を広げようという。 措置でございますえー、っと講談の、えー、見通し物価見通しと政策の関係ですけれどもこれはあのちょっと誤解したかもしれませんが私の方で、えーまあ、あの2%過去についてはあのかなり長い間既に達成されてるわけですけれども、えー、ここから将来というところではまだあの2%、えーっと 先ほど申し上げた見通しでは、やや2%を下回ってますし、実、え、際、ー、に見ますと、えー、下がっていって上がっていくという、上がっていくところにまだ自信がないというようなこともあって、えー、強い金融緩和の継続を決めておりますけれども、まあ、当然そこが変わってくれば、政策も将来変わってくるということではありますテレビ東京の応援さん、お願いします。 テレビ東京の大江と申します。よろしくお願いします。あの、先ほど市場にある程度委ねるということで、それはあの市場機能の健全化のためにはとても重要なことだと思うんです。けれども、その景気期待によるこう、ある意味、その健全な金利の上昇というのと喉ですね。その投機筋のアタックによる上昇、こういったものをではどうやって見極めていくのかというのが1つ目の質問です。そして、もう1つ、あの先ほどスピード調整というお話もありましたが、0。.5%。超え できた場合にそのどの程度どんなスピードまでを容認するのかそのあたりこう具体的に教えていただければと思いますえ大変難しい質問ですけれども、えー、前段ですが、えーまあ、あの健全な、えー、金利上昇と、えー、やや長期的なアタックによる上昇どういうふうに識別するのかこれはあの理論的には金利を決めるファンデメンタルズの変化 があるあるいはそれが高い確率で予想されるという動きに基づいた金利の上昇は健全な上昇でしょうしそういう根拠がないような売り上げ制の投機は必ずしも健全でないという区別ができると思いますが、えー、っと例えばオペレーションの現場で毎日それを識別しつつオペの対応ができるかと言われるとそれは極めて難しいんだと思います。したがいまして今のような原則を え念頭に置きつつえ日々のオペレーションなのかもうちょっと長いまあ毎週ごととか毎月ごとになると思いますがの判断はあの金利がえどれくらいの水準でどれくらいの速さで上がってきたのかというのは一方にまあどういう取引があるのかということも見つつ一方に経済データでどういうものが出てるのかということも見つつえオペレーションデスクが判断しつつ 私たちボードとも連絡を取りながら決めていくということになるざるを得ないかと思います。毎日新聞の岡さんお願いします。はい、毎日新聞の岡です。ありがとうございます。あの先ほどの話に関連するんですけれども。 YCC を撤廃するわけではないけれども、まあ、市場の動きにある程度委ねると、ただ、投機的な動きと見られる動きには、まあ、ある程度対応できるようにするとおっしゃっていますけれども、それ、まあ、裏を返すとです、ね、逆に言うとそのあの、今までにのようにきつく抑えるという、YCC のその,そのも,もともとのコンセプトをむしろ、あの事実情、まあ、 緩くするというか、あるいはなくすなくして、ただ短期的な動きとかあまりにも高い水準には対応するとそういうふうにも聞こえたんですけれども、あの要するにその修正というよりもかなりそういう質的な大きな転換を伴った今回変更なんでしょうか。えっとこういうふうにお答えしたいと思います。あのまあいろんな要因で的にやファンドメンタルズ的に上昇すると思いますが、例えばあの予想物価上昇率が少し上がったということだとします。 でえー、と名目金利をその時に例えば0.5で、えー、厳格にコントロールし続けるということをしますと名目金利引く予想物価上昇率の実質金利は大きく低下しますしたがって YCC の持つ緩和効果は一段と強まるということになるかと思います。他方であのそこでは0.5を必死に守るということでオペをたくさん打つということになりますから 副作用もものすごい今よりも拡大する、えー、と大変なことになるリスクもあるということで、えー、YCC の効果と副作用が両方ともものすごい大きくなるという事態になるかと思いますそこはあの今回の措置は、えー、と予想物価例えば予想物価上昇率が上昇したときにそれと同じだけ名目金利を上昇させるというよりは少し手前少し抑えつつも 0.5で何が何でも頑張っちゃうということは少し緩めるその結果として副作用も少し小さめになるというふうに、えー、YCC の効果と副作用のバランスを少しあのプラスとマイナスがものすごい大きくなるというところから少しずつ緩和した状態でしかし緩和効果は、えー、YCC の緩和効果は保つというところに少し まあ修正という言葉を使えるのかどうかあれですけれども変えてみようという措置だと考えております。TBS テレビの竹岡さんです TBS テレビの竹岡と申します。えっと上田総裁二点お尋ねします。えっと今回まああの上限 というかあの、バンドを維持したままで、えっとまあえっと、それをオーバーしても、まあ、一部許容するというところではありますけどもそうなった時にこのバンドの存在意義みたいなものがやはり薄れてしまうんじゃないかというふうに感じてしまうんですけどもそのバンドの存在意義というふうなものに関してはどういうふうにお考えなのかというのが一点。 でもう一点、えっとまあ、2%の物価安定目標まではまだ、えっと、見通しが立ってないというふうにお話でした、その上で、この YCC というのが改めてその緩和的な環境を作り出すのに、どの程度強力,さ強力なツールなのか、どういうふうに上田総裁、ご評価されているのか、前段ですけれども、えー、0.5から1までいってもいいというふうに言っちゃった場合に、 プラ,スゼロプラスマイナス0.5の意味は何かというご質問だと思うんですけれどもこれはあの、えー、っと先ほど来申し上げてますように、まあ、あ,のある種、えー、経済物価情勢がから上振れしてそれに伴って金利に上昇圧力がかかる場合は0.5を超えることを容認しようという措置ですのでそこが起こらなければつまり経済物価情勢が 現状程度の、えー、といっても、まあ、いろいろな動きを見た上での見通しのベースで走っているのであれば、えー、0プラスマイナス0.5が適当であるという意味で意味があるんだと思います。それから、えー、そもそも YCC の緩和効果とは何かというのが2番目のご質問だと思うんですけれども、えーっとまあ、いろんなあの緩和効果があ,りますあると思いますけれども 特に強い緩和効果が出るのは先ほどちょっとお答えしたように、えー、と予想物価上昇率等が上がってきて YCC のバンド現状で言えば0.5ですけれどもここを超えて金利が上がろうとするときに、えー、日本銀行がオペでそれを抑えるそうすると実質金利が下がってそれが、えー、と出発点となっていろんな、えー 物価を刺激する動きが起こっていくというところが一つ大きいのかなというふうに思っておりますで、あのここしばらくまあ濃淡はありますけれどもそういうここ1年強ですかね局面に入ってきて、えー、そこそこの効果は出てると思いますけれども同時にそれは先ほど申し上げましたように副作用も大きくなる局面でもあるので そこのバランスをうまく取って持続性を高めようというのが今回の柔軟化でございますマーケットニュースの井上さん、お願いします。すいませんマーーケットニュースの 井上と申しししまますすよろしくお願いいたしますアメリカ経済に関してお伺いしたいんですけれどもあの、えー、とよくやれるその米国経済が壊れると日本の物価状況とか経済も大きな影響を受けるかと思うんですけれども現状では FRB の,の標準シナリオとしてソフ,トバンソフトランディングの話をされてますけれどもあのフェッドも言うようにその通常の金融政策と比べてその今回の 利上げの影響が出てくるには結構時間がかかるってことを言われてますけれどもそうするとあのえあの昨年の3月から金利を引始めてですね、金融政策の効果が影響出てくるのが大体1年半から2年というとちょうど今年の9月以降からその影響が出てくるかと思うんですけどその不透明が多い中で現状だとソフトランディングっていうシナリオがありますけれども。 これからその先々その金融あの利上げの影響が出てくるということを前提にすると、そう楽観もできないと思うんですけれども、その辺のリスクのことをお考えいただると思います。よろしくお願いいたします。これは私どもあの常にあの議論している問題でございます。えー、っとまあ足元の動きを見ますと、えー、ちょっと前に出たインフレシ指標,あ,指標あるいは 昨晩出た PC のコアの指数もややあの下がってきている一方であのやはり昨晩の GDP 統計は予想を上回るデータとなっているということ等を見ましてソフトランディング期待が以前よりも高まっているというのは確かだと思いますでただあのそういう中でもいろんな人が まあ答えはないんですけれども、えー、とここまでのおっしゃいましたように、えー、アメリカですと、500ベーシスポイントを超える利上げの効果が、えー、ラグを伴って出てくる可能性があるんではないかということは、えー、常に気にしている、気にされているポイントだと思います。ただあの、確実に1年半経ったら出てくるとか、そういうものでもないですし。 えー、ある程度の部分はすでにあのかなり出ていても不思議はないというような種類のものでもあると思うのでもちろんあのちょっと前まで住宅投資が弱かったとか、えー、そういういろんなところに出てはいますがそれにしてはあのアメリカ経済あの足元やや堅調だなというのは皆さんあ,の、えー、とある種の謎として頭にある点だと思います。でですので、えーと データ等から見ますとソフトランディング期待は少し高まっているけれども、えー、過去の引き締め等の影響がこれから出てくるというリスク特に例えばあの金融面で3月に起こったような動きがまた別の形で出てくるというようなリスクも含めまして、えー、っと注意深く見ていくしかないという状況にあるのかなというふうに私は思っていますけれども。 はいえっ、ー、と記者会見から、えー、開始から四十五分経ちましたえっ、ー、と引き続き、えー、挙手お願いできればと思うんですがえっ、ー、となるべく一人一問で、えー、お願いできればと思います時事通信の宮城さんお願いします時事通信の宮城と申しますよろしくお願いいたしますあの物価の見通しについてですね一点伺いたいんですけども総裁金がねあの持続的安定的な二パーセントの 実現にはまだまだ距離あるとおっしゃってましたけれども今回の展望レポートで、えー、23年度は見通しは大幅に情報修正したことになりましたがこの4月の展望レポートの時点からこの7月にかけてこの実現に向けた距離感ですね距離が縮まったのかまだまだ距離が変わっていないのかその辺のご認識をお願いします。それはあの、えー、と23年度が 大幅に情報修正されたという点は、えっ、ー、と距離が縮まるということをあのまああの距離が遠くなったか近くなったかということで言えば、えー、少し前進したということは間違いないと思います。ただそれでもあの二十四年二十五年含めましてあるいはあの除く生成エネルギーの姿、さらにはあのそのえっ、ー、ともう少しきめ細かいえっ、ー、と インフレ率の経路に関する見通しそしてあのその後半に関する私どもの自震の程度と全体を見ますとまだまだ距離感があるというふうには判断してございますブルンバーグの藤岡さんお願いしますブルンバーグニュースの藤岡ですあの今回その1%を まであの許容するということですけれどもその市場の一部にはこの1%まで許容するというのはこれはコントロールなのかっていう見方もありますまあ、その点についてとあとそのこの1%というのをさらにあの上にしてですねあのする可能性はあるのかどうかというのをまず1点であとその総裁の中でその今日今日のような動きを見るとですねマーケットの中ではその正常化とか引き締めとかいつだとかそういったことがですねあの まあ、いろんな見方が出てくると思うんですが、総裁のその総裁正常化と、あとマイナス金利を引き上げるようなその引き締め的な動きと違うのか、同じなのか、あの総裁の見方を教えてくださいその一番最初のコントロールなのかどうなのかというのは、どういう意味でしょうか要するに幅が広すぎてです、幅が広すぎてです、ね、はいはい、そのコントロールと言えるのかというところです、ね、その見方があります。 そうですねあのそれについてはあの、先ほど来申し上げてますように、えー、と依然としてあの幅はゼロプラスマイナス0.5という中で、将来の動きに合わせて、将来の物価、経済情勢に合わせて、金利が0.5を超えていくという可能性も、えー、と視野に入れようという話でございます。 でその上で一に迫ってきたときにさらに上に調整する可能性があるのかという点は先ほどあのお答えしましたようにそれはあのそのときの物価経済情勢次第でどうするかということを改めて考えるというふうにお答えするしかないのかなというふうに思います。であのこれはあの政策の正常化へ 歩み出すという動きではなくて、YCC の持続性を高めるという動きであるということはあの繰り返し申し上げてきた点です。それとあのマイナス金利についてはどうかというご質問もあったと思いますけれども、大前提としてあのこれも繰り返し申し上げてますように、基調的なインフレ率がまだ2に渡していない。 いうところですので、マイナス金利をそこから引き上げていく、短期金利ですね、短期の政策金利を引き上げていくというところにはまだだいぶ距離があるというふうに思ってございますそうします東洋経済の黒崎さんお願いできますか東洋経済の黒崎と申します。 今回2023年度の物価見通しを変えられて、まあ、あの 22, 22年度が3%強、今年度も2.5と,、えっと、2年間はもう2%を超えている状況ですけれども、あのこの先々が下がるかあの可能性があると言っている限り、こり、安定的、持続的という言葉はこはずっとそう言っている限りはいくら足元が。 2%, 2超えても、ずっとこの緩和の政策を続けられてしまうということにもならないでしょうかきりがないというそこはあの結局、きりがなくなっちゃうというリスクはゼロではないとは思いますけれども、えー、先ほど来申し上げてますように、この24年度1.9、25年度1.6という 数字にが情報修正されるか、あるいはあまり、えー、大きな姿に変化はなくても、えー、先ほど来申し上げてますように、それに対するわれわれの自信といいますか、角度が上がったような場合には、政策の修正にいけるかなというふうには思ってございます朝日新聞の話をお願いします。 朝日新聞の原ですすよろししくお願いしますえっとあの学者時代のです、ね、上田総裁は、まあ、昨年、えー、新聞への論考で、えー、イールドカーブコントロールについて微調整には向かない仕組みだというふうにおっしゃってます。えー、今回の修正というのは、明らかに微修正だと思いますけれども、これはあの学者時代の上田さんがおっしゃってたことと、 まあちょっと違矛盾するのではないかと、日銀の論理に取り込まれたんじゃないかということは一つお伺いしたいのと、あと,、えー、と、まだ質問が出てないので、ぜひもう一問伺わせていただきたいんですけれども、あの15か月連続で消費者物価指数が、ですね上昇率が2%目標を上回っているというのは、明らかにこれ、日銀の見通しが外れてきたと思うんですけれども、えーまああのー、今その、一般物価だけではなくて、 分譲、まあ、マンションのです、ね、東京23区内の平均価格が今年上半期に1億3000万円、えー、前年同期から比べて6割上昇しています、明らかにその資産価格の上昇、まあ、バブルのような動きが、えー、1980年代の後半のバブル経済のような動きまで出ているわけですけれども、こうした動きに対して日銀の対応、後手に回ってるんじゃないでしょうか。はい えと前半ですけれどもあの確かに、えー、と例えばオーストラリアも YCC のようなことをやりまして、えー、といっぺんにやめざるをえなくなっているということもあったりしまして、えー、と微調整をするのは容易でない仕組みだというのは、えー、私も昔からそう思ってましたし 今でもそう思思っっていまますすしおっしおゃる通りかと思いますその上であのどういう場合に、えー、と微調整ができて微調整ができなくなるかどういう場合にできなくなるかということをもう少し考えてみますと、えー、インフレ見通しがあの上がってその後で微調整それに合わせて微調整しようとすると投機、えー、を呼び込んでしまってその上にまた金利がいってしまうんじゃないかと。 YCC を放棄せざるを得なくなるというようなことがオーストラリアのケースでもあるいは戦後1951年くらいですかねアメリカのケースでも起こったと思っていますそれもありましてあの今回はそういうことが起こる前に少し手前で対応の余地を広げるという手を打たせていただきました。 まあこれが本当にうまくいくかどうかはあの結果次第ではございますけれども考え方としてはそういうことでございます。それからあのご質問は3つくらいあったような気がしますが2点目は物価見通しが長期間外れてきたじゃないかということでこれはあのこれもお答えすると長くなっちゃいますけれどもえっとやはりあの 単純に輸入物価が国内物価に波及するもちろんそういうふうになってきてそれがさらに賃金に波及してきたわけですけれどもそのプロセスプロセスで、えー、っと文章的な表現ではあの企業の賃金価格設定行動に変化が見られるということを申し上げているわけですがもう少しあの、えー、っと違う表現をしますと。 インフレ期待が変わってきたとか、えー、と物価賃金設定のノルムが変わってきたとかそういうことが少しずつ起こってきて予想を超える物価上昇に今つながりそれを必ずしも当てられていないということだと思うんですね。でこれはあの欧米に比べてもちょっとやや異質のところがあって欧米では中長期のインフレ期待は2%くらいでおまかに安定している中で。 インフレが起こってるんんだと思うんですけども日本の場合はその中長期のインフレとかノルムとかそういうものが0%近辺で凍りついていたものが今解け始めてだんだん上がり始めている上がりつつあるそういう中で例えば輸入物価の国内物価への波及も予想以上に大きくなっているその解けつつあるというところを必ずしも事前にうまく予想できなかった。 まあ可能性はあるにしても、えー、と前もって予想に織り込むほどの確証はなかったということで、えー、見通しが外れてきたんだと思います。したがってその点はあの今後ももう少しきちんと見ていきたいと思います。最後にあの不動産価格ですけれども、都心部のマンションの価格についてはあのものすごい上がってますけれども、そのかなりの部分は個別要因が大きいかなというふうにあの。 データを見てて今のところは考えていますただ、それにしても不動産価格が上昇していたり、不動産向け融資がかなり高いところに、例えば GDP 比できているということは、当然、私どもも気がついておりまして、このはあは気をつけて、今後見ていきたいと思っておりまたびたびすみません、NHK です。えっと、会見終了まであと分 です。なので、あと二人の質問者にしたいと思います。よろしくお願いします。ロイター通信の和田さん、お願いします。ロイターの和田と申します。よろしくお願いします。あの、Y. C. C. の運用の柔軟化にから絡めてなんですけれども。あの、今後、あの、国債の買い入れ額が、あの。減少すると見込まれるんですけれども。これは、あの、国債買い入れ額が減っていくと。今、あの。 ちょっと抗原状態になっているマネタリーベースが、こう、基調的にこう減少するんではないかと、そうすると、今、日銀として掲げている、あのオーバーシュート型コミットメントとの整合性が問題になるのではないかと思うんですけれども、上田総裁はこの点、どういうふうにお考えでしょうかえっと本当にあの国際会でが、えー、今回の柔軟化で減るかどうかは まあちょっっとととやってみないとないといいわから思ますその上であのベースマネーに関する、えー、あるいはベースマネーの動きあるいはそのこに関するコミットメントはあの、まあ、あのトレンドとして、えー、と上昇しているというところというふうにあの思っておりますのであの短期的にちょっと、えー、上昇率がマイナスになったからということであの約束破りであるということではない と思いますし、トレンドとしては続いていくようにオペを続けたいと思いますけれど日経新聞の清水お願いします。日経新聞の清水と申します。よろしくお願いいたします。今回の政策修正の根拠として挙げられている長期金利の上限な上限を厳格な抑制することの副作用として。 声明文によると債券市場の機能ということとその他の金融市場におけるボラティリティへの影響というのを挙げててこの文脈から判断するこのそ,のその他の金融市場って為替市場というふうに読めるんですけども私の理解では従来日銀は YCC の副作用について言及する際に、まあ、円安と為替市場への言及は注意深く下げていたように見えたんですが 何かその辺に判断の変更があったのか、あるいはこれは為替市場を指していないとすれば、一体どの市場を、今さっき言及があった不動産市場とかそういうところを指しているのか、そのあたりについてちょっとご説明をいただきたいんですがあの日本銀行として当然のことですが、為替をターゲットとしていないということはあの変わりはありません、ただあの、この副作用の、えー、話の中で、金融市場のボラティリティ を、えー、なるべく、えー、と抑えるというところの中に、えー、今回はあの為替市場のボラティリティも含めて考えてございます。はい、えー、では、これで、えー、会見を終わります。